アリススプリングス空港とは、オーストラリア、ノーザンテリトリーにある、世界遺産である、ウルルイコールカタジュタ国立公園への観光拠点とし、アリススプリングス南約14キロに位置する空港。アリススプリングス空港には、国際定期便はないものの、国際チャーター便が、たまに運航されている。2018年10月下旬に、日本航空による、成田国際空港。 中部国際空港、関西国際空港の各空港とアリススプリングス空港を結ぶチャーター便がボーイング787から8により運航された。アリススプリングス空港は研究用の気球の打ち上げにもよく利用され、打ち上げ期間中は空港が閉鎖される。アリススプリングス空港にはいわゆる門限がなく24時間利用が可能である。また、 アリススプリングス空港は砂漠地帯に位置し航空機の長期保管に適していることから2020年10月現在主にシンガポール航空、キャセイパシフィック航空、セブパシフィック航空等の航空機が長期保管されている。ターミナルから飛行場への通路定期便、就航路線現在、定期路線を運行するのはカンタス航空と子会社。 カンタスリンクとシンガポール航空が出資しているタイガーアビエーションが設立したタイガーエアウェイズオーストラリアとリージョナルパシフィック航空の4社である。ありがとうございます。